とても綺麗。これがお父さんがかつて守ってきたもの。そして今、私のものになった。フラッシュペーパーを何枚か使えば、炎の真偽が分別できないロボットたちは、おとなしく消防用スプリンクラーを開けてくれる。すると、ナメクジのエッセンスを溶かしてある消防用池の水が、とめどなくスプリンクラーから降り注ぐってわけ。アッシ先生、あそこのロボットが地面にひっついて動けないありさま見た？もしロボットにも感情があったら、きっとひっどい罵声を浴びせられたに違いないね。私の今回の成績表、なかなかいいと思わない？アッシ先生。最後のステップが残ってるから、評価は保留よ、メラニア。チェ、先生ってば厳しい。安心して、計画通りホテルに戻るから。一秒たりとも遅れないよ。次の目的地は、ホテル眠れぬ夜、1132号室。リージェントストリートに入ってから、5個目の花壇近くにあるベンチで3分25秒休憩してから、キャンディーショップ、ミツバチ号脇の小道を曲がって。アッシ先生？右。これは一体どういうこと？消防車、泡？最新の消火手段かな。でもどうしてここで？この泡怪しいかも。まずい、早く行こう。しかない。早く行かないと。おいおい、道を塞ぐんじゃないよ。方向を間違えてるぞ、おちびさん。はあ、これは雪山の山頂近くにあるスキー場だな。休暇を過ごすのにもってこいの名勝地だ。押さないでってば。お年寄りも若者も情熱的な人も恥ずかしがり屋な人も、皆さん、バンバンフリスビーロックロールパーティーへようこそ。これは即興的で自由なみんなが参加できるアートパーティー、言うなれば芸術の正解さ。ここは何者にも頼る必要のない国、僕たちの未来の世界さ。誰あいつ。ちゃっかり私が必ず通る道を渋滞にしてくれちゃって。もう時間がない。本当にもう落ち着こう。さあ、落ち着いて。この泡をなんとかできれば。何か役に立ちそうなものは。変形防止、
ひっつくボール、味覚しまぐ。くっ、あった、ダブル洗浄ウォーターガン。同時に23発の洗浄ボールを発射できるから、街は一瞬で綺麗に元通り。完璧な回答でしょ。スイスイ移動できる街に今すぐ戻る。ダメ、あれは粘着霊。可愛い子ちゃんたち、君たちが積極的に交流してくれて嬉しいよ。それはエウテルペイの意思か、はたまたテルプシコラの啓示か。よし、もっと話し合おうじゃないか。前衛的で勇敢でクリエイティブな精神を持ったレザー王の少女、君に感謝するよ。計画外のアクシデント、わけのわからない光景。あたしも泡の光景に影響されたみたい。どうしようもない渋滞。2分25秒以内に元通りになる可能性はゼロに果てしなく近い。キャンディーショップミツバチ号、ホテル眠れぬ夜。落ち着こう、メラニア。ロンドン全街区のルートは整理済みでしょ？今必要なのは新しい計画。破天荒でみんながあっと驚くような計画。パーティー、パーティーだ。全部空に投げよう。あんたの雑誌、バッグ、全部一緒に祝おうぜ。おい、僕の雑誌だぞ。何するんだ。アッシュ先生をどうするつもり？返して。気をつけろ、こいつ狂ってるぞ。なんてことだ、そんなに力持ちには見えないのに。ミス・メラニア、あなたの目がくらむほど多彩なアイテムのおかげで助かった。僕だけではどうなっていたか。もし僕にできることがあれば、何なりと言ってくれ。もう間に合わない。私の計画は、もう。ミス？まずい。あなたも反射石鹸バブルの影響を受けたのか？警察が来る前に、早く目を覚ますんだ。警察？確かにその通り。まだテストは終わってないし、もっと重要なことがある。ここに閉じ込められてる場合じゃない。もし本当にお礼がしたいなら、ここから一番近くて警察署から一番遠いホテルを教えて。あ、
安息の宿かな。行ってみるといい。より良い選択はホテル眠れぬ夜だが、そこに行く道はあの愚かな消防車に塞がれてしまっている。安息の宿はこの道を曲がって三つ目の曲がり角にある。そうだ、石鹸バブルと踊ってる人たちには気をつけて、ハンドバッグをちゃんと見張るんだ。僕みたいにならないように。はあ、やっと変えたのにこんなありさまになるなんて。はあ、念願のリメカップ伝説、今期の特集だと聞いてコレクション目的で買ったのに。リメカップ？ああ、あなたもご存知かい？そう、4年前ブラジルチームが優勝して持ち帰ったトロフィーのことだ。展示中に紛失し、盗んだものによっていつの間にかレプリカとすり替えられたんだ。当時の警備会社はこの事件を解決できず、高額の保険金を弁償したという。そして本物は数ヶ月後にゴミ箱で発見された。その伝説のトロフィーは今ロンドンにある。優勝者に与えられる最も美しいプレゼントになるはずだ。目がくらんで、イングランドチームの祝杯パーティーじゃないか。それも史上最大規模だぞ。ピクルス、ピクルス、こっちだ。ミスター・チャルトン、大丈夫？まだ3月だからワールドカップの決勝戦はまだまだ先だよ。本当か？教えてくれてありがとう。早くピクルスにも伝えないと、無駄足になってしまう。ピクルス、ピクルス。ああ、警戒を緩めるべきじゃなかったね。あの泡にはきっと何らかの生命力を付与するスペルが含まれてる。ミスター・チャールトン、かわいそうに。これを試してみて。草み泥の芳香スプレーだよ。ぶっきらぼうな破壊力で周囲の空気を浄化してくれるの。でも少しだけ副作用があるけどね。だいぶ良くなったよ。でも一瞬呼吸が止まったかと思った。ミスメラニア、ありがとう。神様のご加護がありますように。ん？どういたしまして、ミスター・チャールト。
あなたには臭み泥の芳香スプレーの方がお似合いよ。早くあなたのピクルスと会えるよう祈っとくわ。